あ、上にも行けるじゃん。まずいね。上にも行けちゃうわ。そうなると話変わるんだよな。まあ上から行ってみっか。じゃあ、だって上から行くことも想定されてないとおかしいよね。遠くに緑色の光が見える。この水たまりみたいなの何なの？星？うわ！どちらさんで？こんにちは。こんばんはなの。あ、いるよ。うん。なるほど。動力が必要なんだ。なるほどね。海を渡るためには、そいつを直して、動力を入れて、渡らないといけないってことね。ちょ、待て、なんかあったぞ、今、もうすでに。これなんだ？鉄パイプ。これは？あー、セーブじゃない？いるよ。いるいる。ニコが眠るとこのゲームも勝手に落ちるわ。それ小麦畑で。ああ、やっぱりあれが夢なのか。ミーが住んでた家に帰ってこれたんだと。ミーの世界では太陽は電球じゃないんだよ。空に浮かぶ大きな火の玉。ミーもそうだよ。この世界、神様の世界とは違って手に持つことはできない。そうだね、俺の世界でもないよ。そこは違う。ちょっと待ってくれ。俺のセリフを勝手に言わないでくれ。でもその通りだわ。この世界の神様だからってここに住んでるとは限らないもんね。神様が住んでる世界は何て呼ばれてるの？内緒だわ、あまりに寂しいな。地球よ。そう、地球。地の宮殿って意味。かし、こいつ学があるな。地中で、うん、そういう意味じゃないんだよ。地中では暮らしてない。じゃあ、ミーと一緒だ。でも、トガリネズミとか野ネズミとかそういう生き物は地中に住んでるよね。神様の世界にも、トガリネズミとかは知らないけど、火の玉だわ。手で持てる？間抜けない質問だったよね。ミーの世界では太陽がすごく明るいんだ。それに暖かい。でも時々いなくなっちゃうんだよ、夜とか。そうね。でもそれは地球の反対側を照らしてるんだけどね。次の日には必ず戻ってくるから大丈夫。そうね。俺の世界も同じよ。まあ今、最近、生活リズムはあれだけど、夜に寝てるよ。あ、俺のことだ、それ。なるほどね。こういう、ニコとのやりとりが、もしかしたらニコを、なんか、成長させるとか、何かしらあるかもしれんな、これ。ちょっともう一回寝たい欲あるけどな。
うわ、まだ上行ける。なんか変。あれ。なるほど。これ以上上には行けないか。足を直すっつってたよな。鉄パイプで直んないか。さすがに鉄パイプで直る足ってのはねえか。まあ足が鉄パイプ製の可能性はあったんだけどね。じゃあとりあえずもう少し探索してみよう。例えば、この家見てねえな。質問してみようか。不毛の地について聞いてみようか。不毛の地と呼ばれるところでございます。ああ、人間は住んでねえか。人間というか生き物はいないか。お友達ね。信仰を求めることはできません。私は制御化されております。時間が足りてなかったんですよ。どういうこと？結構わかんないけどね、言ってることは。予言について。予言者は、救世主が他の大地から訪れると予言しました。私が予言した通りって言ってた。その救世主は、奇妙な家で目覚め、太陽を見つけ出し、そして世界を開けます。そう聞いてるよ。え？違うの？さあ、そう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 。俺もそう聞いてる。私のプログラムに組み込まれているという意味でございます。なるほど。予言者はこのロボットを作ったってことか。私を導くのは私のプログラムでございます。私はロボットなのでございます。最後の質問。あの塔ですね。てっぺんの高さはわからない。いずれ佐々木が教えてくれるでしょ。わあ、俺が教えるのかい。俺が一番気になってるのに。電源が入らないってさあ。怒りっぽい棚。怒りっぽい人。このパイプじゃ割れ目に入りそうにないよ。どうにしろ平たくしないと。いや、ちょっと待ってくれ。パイプを使う気ないんだけど。面白そうな。何かこじ開けるものだ。自己充電型太陽光バッテリー、モデル N87、レンズを上向きにして自己充電型バッテリーを日の当たる場所に置いてください。数秒で充電が完了し、外部電源は不要です。トラブルシューティングマニュアル。バッテリーが充電されない場合、前面のレンズが輸送中に外れた可能性があるので、ご確認ください。一度の充電。なるほど。とりあえずこれ開けないといけないな。ロボット三原則みたいなやつ。あ、地図だ。わからん。でもこの外側が浮上の地なんじゃない？あー、地図持ってけないのか。で、中心に行けば行くほどっていうことね。聞いた通りだ。お、紙だ。主任技術者。後任としてロボットが任命。ことさら昨年起きた事件の当時。彼女を町から追放しなければならないのは理解できるか。その理由がだけでこの重要になってください。あの男、自分が何をしているか分かってる。あの男。色あせたポスター。鉱山で新たに5つの職種が募集を開始。待遇には住居提供や、完全に人間が暮らしてたよね。全作業員へ。青色蛍光体は蛍光エビの放卵周期に発見することができる。池の水面が泡で覆われているのを発見したときは、直ちに管理部門に。なるほど。なるほど。蛍光液。
巨大な電磁場を介して地域内のすべてのロボットや機械に電力。へえ、すごいね。数体の重要なロボットには専用バックアップセルを提供。なんかその電磁場は非常に弱く信号も特殊。スモールセル。ちっちゃな光るエビが瓶の中たくさん入ってる。これが蛍光エビか。あー、なるほど。なるほどね。ここで充電できるわけだ。はい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 。何かがハマってるみたい。鉄パイプよ、こういう時は。違う。鉄パイプではない。ちょっと待って、スマホがずっと光りっぱなしだ。これなんかさ、できんのかな、もしかして。鉄パイプとカラビンで、瓶は割らないよ。見忘れられない。パイは絶対にダメ。なるほどね。悪しき行為な。悪しき行い。いや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 。一応組み合わせてみないとわかんないじゃない。やってみないことにはわかんないでしょ。パイを壊そうってんじゃないんだから。それぐらい俺だってわかってるよ。野蛮人だと思われてる可能性あるんだ。これなんだ、工場かなんかか？入れる。おう。ここでロボットたちが作られてたんじゃないか？動力がなくて動いてない。大きい機械。金属を砕くだけのプレス。じゃ、例えば、鉄パイプは？そういうことじゃないの。うん。大きい機械。おー、パーツごとに。腕の残骸。直せそうにない。わー、やってるやってるやってる。これで、鉄パイプ、潰せんじゃない？大丈夫？怖いね。怖かったね。バールのようなものできた。素晴らしい。ガラス割っとく？やめとくか。危険だっつってるもんな。目に刺さったりしてさ、片目失ったりしても。シャレにならんから。さあ、これで、これ開けれるんだ。びっくりした。金属製の小さな箱みたいな割れたガラスが入ってる。昔使われていた。太陽光バッテリー。壊れたバッテリーとバールのような。そこにはガラスがある。さ、これあれだ、レンズが取れてるんだよね。レンズが壊れてるから、組み合わせでさ。いやー、厳しいか。砕いた方が良かったのかな。で、多分だけど、ここに壊れたバッテリーを、いやー、置けばいいんだと思うんだけどな。壊れてるからダメか。あ、ぴったり合うけど何も進まない。それはなぜかというと壊れてるから。だからこれ組み合わせんじゃない？あ、毒ガスの吹き出す、あったよ。やっぱりガスマスク必要なんだ。当然ながら活発な通気口の周辺では着用が義務付けられた。作業員がロボットに置き換えられるにつれて放棄されたガスマスクは余るように。すべて廃棄するの、あー、なるほど。じゃあどっかにあるわけだ。どこにあるんだろう、ガスマスク。どこだ、ガスマスク。なんだか、こう、なんか急に道幅が狭くて。どうなってるんだ、これ。
あ、メモだ。あのメモ読みたい。あのメモ読ませてくれ、俺に。読み物が好きなんだ、俺は。なんかあると思うんだよ。太陽が戻ることはなく、そして深淵は私の名前を呼んでいる。すまないみんな。暗闇が私たちの生き残りを止めてくる前に去ってしまうことです。わー、自殺しちゃったんだ。やっぱりね、暗いってね、すごい良くない。太陽の光を浴びることによってね、人間って元気になるからね。これバッテリーのマークじゃない？鉄の倉庫、6桁のコード。それは違うよ。何もわかんないもん。あれが、あれだよ、ガスマスクについて。またメモだ。破れたページのインクが重ねている。掘削、ん？採掘作業が円滑に進んでいる今、資源はもはや私たちの制限因子だ。身体的にも知能的にもより強力なロボットを作ることができるよ。特に金属合金291の発見によって高性能電気回路の開発が可能になるだろう。なるほど。まあ、新しい物質がね、新しいものを作れるようになるから、レアメタルとかと同じだね。合ってんのかこれ。お、ロボット。他のと一緒か。なんだこれ、なんだ。右側の、大きな鎌が、クレーンか。あ、なんか入れる。え？人じゃないのこれ。そうだって言っとけ。うん。少なくとも子猫みたいな見た目じゃない。猫かでしょ。違うよ。ミーは人だよ。人なんだ。でも猫は四足歩行。じゃあ、ニコの世界にも猫はいるんだ。まあ、いずれにしても、あなたのような子供が救世主だな。ロボットが間違いないって。知ってる。はぁ、あ。おい。感じ悪いぞ。正直、あなたは早くお家に帰って。はぁ、あ。ミーたち実はあんまり、そうね。帰ることだってできない。そう、来たばっかり。そうです。塔に向かってます。使命を成し遂げたらあなたを故郷に戻してくれるかもしれない。本当、そうだね。誰も証明できてないもん。覚えていいのかい？あ、これも充電器じゃない？バックアップ用、これも、あー、なるほど！あの家のロボットは、さっき向こうにあった充電器で生きてるわけだ。不毛地にある主要発電機は少し前に電力が枯渇し、太陽切るか一瞬だと思った。今ある光を無駄にしない。これの、その充電器によってこの人が生きてるわけだ。シルバーへ。鉱山についてのことを聞いたわ。ごめんなさい、あなたがどう感じたの？コギロボットが回収されるのは時間の問題。コギボット？とりあえずこのメッセージを受け取ったのは私です。コギボットってあれだよな。多分。俺が今修理しなきゃいけないやつだよね。棚から何か飛び出してる。これはドライバー？欲しいならあげる。その仕上げが少し。たくさんあるから。やったー。これがあれだ、蛍光瓶。蛍光エビだね。ずっとあるな。ずいぶんに、人間っぽい。二人の写真。でもガラスが曇ってて細かいところ見える。変な道具とか、金属。あ、チェスじゃん。チェスじゃん。ロボットでチェスやるやついないのかな。チェスができるようプログラミングされたロボットは不毛の地内に一体もいない。制御化されたロボットもいない。ちょっとお礼とやってもいいよ、別に。
やれないのか。甘い寝心地よくなさそう。でも、ロボットのためにベッドがあるのすごいね。鉄でできてようがなんだろうが、人として見てるわけだよね。待って何こっちの方向に歩いていくのが見えた。鉱山が放棄されてからかなり時間が経つ。もし入る必要があるのは私の職務としてせめて一度は同行させて。ウェイ。よろしく。あ、カメラ。カメラみたいな形。正確にはカメラだったもの。以前おそらくロボットのパーツだったんでしょ。待って。わかった。これとバールで。じゃあこれと壊れたバッテリー。これと、ドライバー。そう。で、レンズと、バッテリーで、ぴったりハマった。きたー。やったね。気をつけて。ありがとう。じゃあなんかもうちょっと探索しましょうか。端には近寄らないで。気をつけろ。トンネルの入り口も崩壊してる。崩落かな？車両がなければ進めない。安全基準法違反、許可できないよ。この世界の鉄と非蛍光燃料の供給源。地下鉱山の巨大ネットワーク。この地下鉱山のおかげで私たちは産業化時代に生きることができる。太陽がなくなった当時、住民がパニックに陥っている中で、一番最初に放棄されたのはこの時。ロボットすら、すべての退去させられ、それぞれの役に役、一体だけ戻った。覚えた言葉使ったら。そうなのか。なるほどね。もう出るよ。ありがとう。さっき多分書き置きにあったキットとなんとかみたいな。そうだよね。あれのどっちかな。もう一回書き置きちゃんと見とかないと。名前思い出せないけど。まあとりあえず、バッテリーは手に入ったから、あとちょっとなんじゃない？これ左側行ってみっか。